黒田春彦10月25日隊は、日本の銀行家、元財務官僚、第31代日本銀行総裁、財務官を最後に退官し、一橋大学大学院教授、アジア開発銀行総裁を経て現職、財務省内での愛称は黒トンである、福岡県大牟田市出身、東京教育大学附属駒場中学校、高等学校を経て、 東京大学法学部卒業。大学在学中に旧司法試験合格。1967年大倉省に入省。同省では主として国際金融と主税畑でキャリアを積み、ミスター園として知られた坂木原栄介の公認として財務官に就任。1999年から同省を退官するまでの3年半にわたって同ポストにあった。 2003年に財務省退官後には一橋大学大学院教授を経てアジア開発銀行総裁に就任し2013年3月18日退任2013年2月28日政府は衆参の議員運営委員会理事会に黒田を次期日本銀行総裁の候補者とする人事案を正式に提示した3月4日衆議院で 初心聴取、3月11日、参議院で、初心聴取が行われ、3月14日、衆議院で採決が行われ、賛成多数で、同意、3月15日、参議院で採決が行われ、賛成 186, 反対34で承認される。3月20日、日本銀行総裁に就任。任期途中で副総裁任期に合わせて、 前倒しで辞任した前任の白川正明の任期を引き継ぐ形で就任したため、2013年4月8日に一旦任期切れとなる。同年4月5日に、2013年4月9日から2018年4月8日までの任期で黒田を再任する人事案を衆参両院が同意したため、2018年4月8日までの任期が確定した。2018年3月16日、 衆参両院において、黒田を日本銀行総裁に再任する国会承認人事案が議決され、4月9日に総裁二期目の任期が開始された。なお、日本銀行総裁に二期連続で任命されたのは、第20代総裁を務めた山際正道以来となる。2010年に、太王国首相のアピシットウェイチャチーワを表敬訪問した折、万国の首相官邸にて、 物価物価について中長期的には金融政策が大きく影響を与えると述べ、金融政策のみで物価目標達成は可能との見方を示している。2%の物価目標を達成するには大胆な金融緩和継続に対する強いコミットメントが必要。やれることは何でもやる姿勢を示さなければ物価安定という最大の使命を達成できないとし、 金融緩和の副作用に対する懸念を牽制ししている。物価上昇を実現する経路については、期待物価上昇率が上がり、実質金利が下がり、企業が手元流動性を取り崩し、株高により、資産効果で企業の設備投資や消費にプラスの影響を与えると説明し、量的緩和の拡大が人々の期待物価上昇率を引き上げる経路を強調している。 デフレーションの原因について、人口が減少している、先進国はいろいろあるが、デフレに陥っていないとして、人口成長率は、デフレやインフレの主たる要因でないと明言している。2013年3月11日、参院議員運営委員会の初心聴取で、日銀総裁就任前の黒田は、コアコア CBI のターゲット目標を定める必要はないとの認識を示し、 中身を変えることになると信用に影響を与える恐れがある物価安定目標に掲げる CPI を変える必要はないと述べている。同年7月11日、黒田は金融政策決定会合後の記者会見で消費者物価を判断する際の指標について生鮮食品は天候などの短期的な要因に左右されるので生鮮食品を除いてみるのは 合理性があるとの見方を示した一方で、コアコア CPI については、一定の合理性はあるが、全体の3分の2くらいしか含んでいないとし、従来通りコア CPI で見ていくのが適当であると、述べた。2014年8月1日、都内の講演で2、2%物価上昇の、早期実現は成長力を高める、物価さえ上がれば良いと思っているわけではないと述べた。 カワセリーマンショック後の急激な円高の一因について、欧米と比べてマネタリーベースでギャップがあったと述べ、日銀のバランスシート拡大ペースが欧米より消極的だったことが要因の一つとした。カワセレートは中期的には金融政策の違い、長期的には購買力陛下で決まると述べ、中央銀行のバランスシートの規模とカワセレートは、 直接的に関係がないとした白川正明前日議員総裁の見方を否定した。また、人民元防衛のために自由化ではなくて、資本規制をすべきと中国政府に提案しており、フィナンシャルタイムズなどから支持を受けている一方で、中国共産党の市場統制の容認と批判する向きもある。不動産2014年7月24日。 黒田は対中央銀行主催の会合での講演で、2014年、現在の世界的に金融緩和が続く中、アジアの複数の国で不動産価格が大幅に上昇していることを指摘し、アジア諸国へのグローバルな資金流入が健全でない形で生じている可能性があると述べた。2013年7月29日、都内での講演後の質疑応答で、 2014年4月から2度に渡り予定されている消費税率引上げの影響について消費税の2段階の引上げによって日本経済の成長が大きく損なわれるということにはならないと日銀政策委員会は考えていると述べているまた日本の財政の信任が失われた場合についてリスクプレミアムの拡大から長期金利が上昇すると述べ 政府による財政再建に向けた積極的な取り組みを求めている。2013年8月8日、金融政策決定会合後の記者会見で、政府の財政規律が緩めば、金融緩和の効果に悪影響があると指摘し、消費税率引上げの先延ばし論を牽制している。また黒田は、脱デフレと消費増税は両立すると述べ、財政規律の緩みや財政ファイナンスが懸念されると、 長期金利が跳ね返り、金融緩和の効果が減災されるとの懸念を表明している。2013年9月5日、金融政策決定会合後の記者会見で、2014年4月に消費税を引き上げるよう政府に促し、引き上げを遅らせれば、その結果は重大なものになるとの見解を示している。黒田は、消費税率の引き上げが見送られて、仮に、 そうした状況で財政に対する信任に傷がつき国際価格が下落することになった場合財政を拡張するわけにはいかず財政政策で対応することは難しく金融政策でもそうした状況では対応することは困難であると述べた一方で予定通り消費税率の引き上げが行われた際は仮に景気に大きな影響が出るリスクが顕在化したとすれば 財政政策で十分対応できるし、金融政策でも2%の物価安定の目標の実現に対して、下方リスクが顕在化すれば、それに対して適切な対応を取ると述べた。2013年10月4日、金融政策決定会合後の記者会見で、安倍晋三首相が2014年4月の消費税率8%への引き上げを決めたことについて、 最も重要なことは国全体として財政運営に対する信任を確保することであり大変意義のある決断をされたと評価している。2013年11月5日大阪市で開かれた大阪経済4団体共済懇談会で2014年4月の消費税率引上げについて将来の負担を和らげる効果があるとの見方を示している。 2014年8月8日、金融政策決定会合後の記者会見で実質賃金が下がっていることの大半は消費税の引上げによるものであり、消費税を除くと実質賃金は上がっていると指摘した。2014年9月4日、金融政策決定会合後の記者会見で4月の消費増税以降、個人消費が弱めに推移している点について、 駆け込み需要の反動、実質所得源の影響、天候が要因と指摘し、いずれも一時的な要因であり、増税による実質所得の低下の影響は、時間を追って小さくなると述べた。2014年9月12日、2015年10月予定の消費税再増税について、増税で景気が落ち込みば、財政、金融政策で対応可能だが、延期で、 国際価格が下落すれば対応が難しいとの持論を繰り返した。今のところ政府の財政再建の方針は守られていると増税結構に期待を示した。2014年9月16日、大阪市内で講演し、消費増税について予定されていたものであり、新たな下振れ要因が生じているわけではないとし、家計の支出行動に対するマイナスの影響を、 減債する力も働くと述べた。2014年11月5日、黒田は質疑応答で消費税率を引き上げた場合、また先送りした場合、それぞれリスクはある。万が一、財政に対する市場の信任が失われると対応は困難になると述べた一方で、もっともそうした確率は低いと思っていると述べた。2014年11月12日、黒田は 衆院財務金融委員会に出席し、金融政策会合で決めた追加緩和について、2015年10月に予定される消費税率10%への引き上げを前提に実施したと答弁した。2014年5月21日、黒田は建設業などで起きている人手不足を念頭に、供給面の問題が経済成長を阻害する可能性の懸念を示し、 政府に対して労働規制の緩和などを含めた構造改革を求めている。黒田はアジアも経済的な統合が進んでいるので、長期的に見れば共通通貨に向かう可能性はあると指摘しており、東アジア共同体論者として知られている。中国政府を1980年代後半の日本と比べて高い経済成長を続けつつ、 ハードランディングを回避する絶妙なバランスでうまく、やってると評価している。アジア海銀時代の黒田の部下である、金流軍が総裁を務める中国のアジアインフラ、投資銀行も、アジアの成長に資するとして支持している。2008年に、福田康夫政権下で進められた、福井敏彦日銀総裁の公認人事の際、モルガン・スタンレー証券のロバート・フェルドマン博士は、 日銀総裁人事などの重要案件には特定の基準に照らして開かれた議論が望ましいと主張し中央銀行マン、官僚、財界人ら19人をマクロ経済学と独立性、政策決定機関トップの経験、国内外のネットワークの3指標で採点した結果を時期日銀総裁、候補者を比較すると題する調査報告書として発表した。黒田は マクロ経済学と独立性及び国内外のネットワークを重視する基準で13位、政策決定機関トップの経験重視の基準で7位にとどまった。黒田が国際金融の財務官だった頃からの知り合いであった経済学者のジョセフ・イース・ティグリッツは黒田は世界で最も著名な日本人エコノミストの一人だ。彼の経済学に対する深い理解に敬意を 表していると述べ、黒田が日銀総裁に就任したことについて、日本を一刻も早く成長軌道に乗せようという意気込みを感じると評した。経済学者の坂木原英介は、2%のインフレ率達成は、ほとんど不可能。無理やりやろうとすると、資産バブルになって株価、不動産価格が必要以上に上昇する。だから、やらない方がいいんだが、黒田さんは、 真面目な人だから約束したら一生懸命やっちゃうと思うと述べている。アメリカのウォールストリート・ジャーナルは社説で黒田主導で日銀が新たな金融緩和策を打ち出したことについて連邦準備制度理事会が金融危機後に採用した金融政策への転換だとし黒田を日本のバーナンキと評した。量的、質的緩和は日本国外政から バズーカ法と評された。エコノミストの片岡武氏は、黒田が日銀総裁に就任し、白川時代に比べるとリークが減ったと指摘している。2014年1月2日、日銀への信任を回復し、日本経済に自信をもたらしたとして、ザ・バンカーのセントラルバンカー・オブ・ザイ・イヤー2014賞の世界部門を受賞した。本ンダ・郎は日本銀行総裁には、 金融政策に専念してほしい。消費税をどのタイミングでどうするかは政府の専権事項であると述べている。2014年11月13日、菅義偉官房長官は記者会見で黒田が12日の国会で追加緩和は消費再増税が前提だったと発言したことについて政府が判断することであると述べ、消費税の判断は 政府が行うものだとの認識を示している。経済学者の高橋洋一は、黒田総裁は、リカードの中立命題の考え方を利用している。消費増税はいつか流行らなければならないと国民は認知しており、増税のタイミングは、消費には影響しないと考えていると指摘している。経済学者のポール・クルーグマンは、黒田はインフレ率トを目標としているが、 実際に2%を達成させるためには4%を目標にしなければならない。インフレ目標を低く設定することは臆病の罠である。黒田は2%インフレを予想しているがその根拠を示していない。2%目標が公共を生み出すのに十分ではない可能性がある。2%という数字はその基礎となるモデルが何かわからないと指摘している。 日銀のマネタリーベースの推移。1990年により、縦軸の単位は超円。2013年4月、黒田は総裁の就任を初めてとなる金融政策決定会合で2%の物価目標を2年程度で実現するために、日銀が供給するマネタリーベースを2年間で2倍にするなど大胆な金融緩和に踏み切った。 2012年12月時点で138兆円だったマネタリーベースは14年末には270兆円に拡大する見通しとした。実際の推移は右のグラフ3章。2014年1月31日に発表された12月消費者物価指数は 前年比プラス1.3%と黒田日銀の2014年度見通しに一致するところまで上昇した。事項のグラフ参照。日本銀行が2013年4月に2年程度で消費者物価上昇率を2%まで高めるという物価安定の目標を掲げた際には目標の達成は不可能との見方が大勢だった。しかし、 2014年1月現時点では消費者物価は、おおむね、日銀の目標に沿った動きとなっている。消費税率は2014年4月に5%から8%へと引き上げられる。消費税率引き上げによって、コア c PI は2%程度押し上げられるとの見方がコンセンサスとなっている。2014年3月19日、都内で開かれた 国際通貨研究所主催の講演会で失業率はすでに3.7%まで低下しており3.5%と試算される自然失業率に近いほぼ完全雇用状態と指摘している。経済産業省が2014年5月29日に発表した4月の商業販売統計速報によると小売業販売額は消費税引上げに伴う 反動減が市場予測を超える1997年を上回る落ち込みとなり、前年比4.4%減の11兆110億円となった。2014年5月30日、総務省が消費増税分を含めた4月の全国の消費者物価指数を発表し、コア c p i は前年同月より3.2%上がり103.0となり、 増税の影響で1991年2月以来、23年2ヶ月ぶりの高い上昇幅となった。日本銀行は消費税率引上げによる4月の物価の押し上げ分は1.7%と試算しており、増税の影響を除いた上昇幅は1.5%としている。2014年6月13日、黒田日銀は消費増税の影響は、 自動車など耐久財に明確としつつ、想定内とし、2015年度をめどに2%の物価目標を達成する見通しは変わらないと強調した。4月の消費者物価指数は増税の影響を除き、前年比1.5%上昇したが、今後しばらくは1%台の前半で上下するとの見通しを示した。日銀のマネタリーベースの推移、2011年より、 縦軸の単位は長円。前年同月比の消費者物価の推移。水色は総合。赤は生鮮食品を除く総合。薄い緑は食料及びエネルギーを除く総合である。縦軸の単位は%。パーセント。2014年の消費税増税分を含んでいる。2014年10月31日、日本銀行は物価面では、このところ、 消費税率引上げ後の需要面での弱めの動きや、原油価格の大幅な下落が、物価の下押し要因として働いているとして、マネタリーベースが年間約80兆円に相当するペースで増加する、要金融市場調節を行う、長期国債について、保有残高が年間約80兆円に相当する、ペースで増加する要介入れを行うなどと発表した。この追加緩和は、 世界的に驚きをもって受け止められ、世界レベルでの平均株価の大幅上昇につながり、また、円安が大きく進んだ。2015年1月の物価上昇率は、消費増税分と生鮮食品を除き、前年同月比0.2%まで大幅に低下し、消費税増税と、現有安の物価への影響が大きいことが示唆されたが、 黒田総裁は2%物価上昇率目標の早期実現にこだわるとの考えを改めて示した。黒田の公約である2015年度内の2%物価目標は非常に困難であるとの指摘が再び上がってきている。2014年の全体での実質国内総生産は0.03%のマイナス成長となった。2015年3月。 黒田は物価上昇率について先行きは当面プラス幅が縮小から0%程度にそれぞれ下方修正することに追い込まれマイナスに転じる可能性もあることを認めた2015年8月9月に物価上昇率は共にマイナス0.1%になった2015年10月日銀は2%物価目標を2016年前半から2016年 後半に先送りすることに追い込まれ、さらに追加金融緩和を見送った。その理由について、東京新聞や日経新聞は、賃金が上昇していないことを挙げ、日銀の悩みは、賃金上昇が広がりをかき、物価上昇に追いついていないことだ。一段の賃上げが進まない中で、追加緩和に踏み切り、円安で物価ばかりが上がると、消費が冷え込み、 帰って物価の安定した上昇が遠のく。などとし、金融政策判断がジレンマに直面していると指摘した。高橋陽一は消費税の5%から8%への引き上げをしなかったら物価上昇率はすでに2%に達していただろうと述べ、日銀の消費増税の影響の予測の甘さを批判した。また、 2017年4月の消費税の10%への引き上げについても強行すれば、再び経済がマイナス成長に陥り、黒田総裁はお手上げになるだろうと警告した。黒田総裁は、消費税のことになると増税賛成に傾倒して、客観的な判断ができないと指摘した。日銀の原田康審議委員は、消費については、消費税増税の影響は、かなり大きいとし、 実質所得減少の影響を懸念。消費税に関しては、引上げが消費需要を減らし、物価を引き下げる効果があるが、多くの議論でこのことが忘れられていると述べた。2016年1月29日、日本銀行は、日本銀行当座預金を3段階の階層構造に分割し、それぞれの階層に応じて、プラス金利、ゼロ金利、 マイナス金利を適用すると発表した。日銀によるマイナス金利についての平易な解説がある。マイナス金利導入後、一般には市中金利は下がったものの、2016年前半において消費者物価は低迷を続け、日銀は目標とする物価2%の到達時期を2017年度中とすることに追い込まれ、次々と 物価目標の先送りを余儀なくされている状態が続いていたものの2018年の統計において改善の兆しが見えつつある。2016年9月日銀は超短金利操作を行うイールドカーブコントロールと物価上昇率が安定的に2%を超えるまでマネタリーベース拡大方針を継続するオーバーシュート型コミットメントを柱とする枠組みを 導入したが、実質的な追加緩和はなかった。元日本銀行審議委員の中原信之は、長期国債の年間買い入れ増加ペースを80兆円から100兆円に拡大すべきだとの考えを表明しており、イールドカーブコントロールについて強い批判的な見解を述べている。消費者物価指数は2015年は0.5%、 2016年はマイナス0.3%、2017年は0.5%、2018年は0.9%と、現在上昇傾向にある。一世帯あたりの実質消費支出も2015年はマイナス2.3%、2016年はマイナス1.7%、2017年はマイナス0.3%、2018年は0.3%と、上昇している。 毎月の実質賃金は2014年と2015年でマイナスであり、2016年にわずかにプラスに転じた、あと2017年に前年比0.2%減のマイナスとなった。長い不強化で消費者に根強い節約志向が残っていることや、賃金上昇の遅れから低迷していた消費者、物価指数だが、近年ようやく賃金上昇が物価を押し上げる効果が現れている。 日銀はそれまで6回、次々と物価上昇目標の到達時期の延長を余儀なくされてきたが、2018年4月、経済、物価情勢の展望から、その達成時期の記述を削除した。黒田は2018年7月、物価が上がりにくい理由を問われ、総裁記者会見用紙では、長期にわたる低成長やデフレの経験などから、賃金、 物価が上がりがたいことを前提とした考え方や、観光が根強く残っていることなどがあります。こうしたもとで、企業の慎重な賃金、価格設定スタンスや、家計の値上げに対する慎重な見方が明確に転換するには至っておらず、分野によっては競争激化による価格押し下げ圧力が強いと考えています。と答えた。しかしながら、その際に、8%消費税増税までは、 非常に順調であった物価上昇や2014年度に言及した8%消費税増税による物価や経済への悪影響については触れていない。黒田は2018年10月消費税が10%に引き上げられても経済への影響は大きくないと発言した。2014年4月消費税率を5%から8%へ引き上げる際にも 増税の影響は軽微だと言ったが、結果として増税による日本経済のダメージは回避できなかった。リフレ派の一角とも腐され続けてきた黒田総裁であったが、こと増税になるとまるで財務省主税局職員のような発言を繰り返している。今回の黒田総裁の発言は、消費増税に対する指示と見て取れるが、インフレ目標達成に大障害の可能性があり、 それは、ある意味で、日銀自身の首を絞める行為でもあるのだ、との見解を週刊現代は掲載した。岩田菊夫、前日銀副総裁は、日銀だけが一生懸命やっているが、財政は逆噴射しているのが実情であり、今は、日銀の金融長官は政策と、積極財政の協調が不可欠とし、このまま消費増税を実施すれば、 黒田春彦日銀総裁は10年かけても物価2%が達成できなかったダメな総裁で終わってしまうと述べ、デフレ脱却には10%の消費税率引上げを撤回するとともに国債発行を財源として若い世代に所得分配する財政拡大が不可欠と訴えた。安倍晋三首相も景気交代の時に辞めることになりかねないと政府。 日銀に対応を促した。趣味は読書。ニコマコス倫理学が愛読書であると言われる一方で、宮部みゆきの推理小説も楽しむ。ある知人は日本メディアに公務員ではあるが自分だけの世界観を持った人と話した。ありがとうございます。